んの経験をしたいと思っていたので、ジョブローテーションがあるかを就活の軸にしていました。説明会の時に偏光レンズの体験をさせていただいた時に、反射の撮れる瞬間を見てすごいと思って、家族や友達に身近な人たちからこの凄さを広めたいと思ってこの会社を選びました。説明会などで対応していただいた先輩方の個性豊かなところがすごく印象的でした。知りませんでした。サングラスはファッションとして身につけるものだと思っていましたが、今では美容や健康面や日々の暮らしを豊かにするためには必要なものだと感じています。直営店でお店に来られたお客様に接客販売をして、その際にいただいたお客様の声をブログに書いたりしています。来ていただいたお客様の期待を超えられるような接客を目標としています。オーダーメイドのサングラスをご注文いただいた際にラインナップにはないものを販売してしまいました。その時はすごく困りました。いえ、今は困っていません。すぐに先輩がフォローしてくれる体制が整っているので、お客様にもご迷惑をおかけせずにご対応することができます。本当に優しい先輩たちで、ただただ口で説明するだけじゃなく、実体験を通じて分かりやすく丁寧に教えてくれる、すごく頼りになる先輩たちです。すごく自分の意見を聞いてくれる会社なので、経験などに左右されずにしっかりとチーム一丸となって話し合うことができるのが、私のモチベーションも倍上がっています。日本人は健康面に気を配る人はとても多いと思うんですが、サングラスをかけるという文化は根付いていないので、日本人のアイウェアに対する関心をしっかりと広めていきたいなと思っています。